こんにちは、パウダーカンパニーマネージャーガクがお送りするギアチェン、ご無沙汰しておりました。久しぶりの今回は、巷でちょっと、にぎわわせている、あの商品を、ご紹介したいと思います。で、今日何紹介しようかと言いますと、皆さんのバーツって聞いたことありますかね。こういう最近人気のスノーシュー、まあ漢字機、西洋漢字機、まさに、西洋漢字機って言ったらいいのかな、こちらの商品なんですけど、この商品何がすごいかというと、片足 500g ぐらいですね、まあ、かなり軽量で、で、重ねるとこんな感じにぺったんこ、まあ、薄くなって、ザックにも入る、コンパクトさですね、携帯性、最高の携帯性を持ったスノーシューです。このスノーシューが、実際ですね、バックカントリーとかそういうところでどういうふうに役立つかというと、普通のスノーシューは雪面まで足をこう上げて上から踏み込むっていう行為が必要とされるんですけど、バーツに関して言うと雪面に対して差し込むことができるんです。まっすぐなので足上げが断然に少ないんです。で、差し込んでそこから踏み込む、差し込んで踏み込むっていうことができるので、体力的消耗が全然違います。もちろんまあ 500g っていう軽さもあるんですけど、で、何より踏んだ跡が階段になっていくんですよね。こうヒールリフターのあるスノーシューみたいに坂道にならないんですよ。踏んだ後に階段で上がっていけるので、後ろの人もかなり楽です。まあ、ただそれっていうのは後ろの人が同じ、バーツを履いているとですね、階段上でずっと上がっていけるんですけど、まあ一般のスノーシュー履いた方が後ろ歩くと、その後ろは坂道になっていっちゃうんですけどね。なのでツアーに入った時にこれを持っていくっていうのは、ちょっとお勧めできるものではないんですけど、かなり用途的には限定されるんですけど、まあツアーに参加した人が全員バーツだったりとか、あとは、まあ、単独だったりっていう時にかなり力を発揮するスノーシューになってます。本当にね、柔らかい雪ではものすごい楽で、直筒なんかに向いているスノーシューです。バーツは脱ぎ履きも簡単です。ちょっと見てください。これで完了です。作りがシンプルなのでかなりですね、こういう簡便性っていう部分でもバーツ秀でてると思います。で、まあ、苦手な部分っていうと、苦手な部分は硬いところ、これが刺さってくれないところですね。硬い雪と、人のトラックの跡ですね。一般のスノーシューのつけたトラックの跡だと、もう、斜めの坂道、踏み固められて出来上がっちゃってるので、どうしてもね、ヒールリフターない状態で登っていかなければならないので、そういったところだとちょっと、このスノーシュー不向きです。なのでかなり、ポイントを使えるポイントっていうのが絞られるんですが、贅沢品としてね、今後自分もそういう時に備えて1個あったらいいかななんて、感じた方、ぜひ買ってみてください。で、通常は
バーズジャパンから個人のお客さんでも直接こう取引とかやり取りして購入しなければならないんですけど、パウダーカンパニーやバーズジャパンとすごく友好関係にあって、お店になんと卸してもらってるんですよね。このバーツですが、オンラインストアでは販売を行いません。なので欲しい方はお店にですね、ご来店の上ご購入ください。まだまだね、安定供給できるようになったと言っても品薄というか人気商品ではあるので、確実に手に入れるチャンスだと思ってですね、この機会を利用していただければと思います。今回のギアチェーンはいかがでしたでしょうか。皆さんのお役に立てれば本当に嬉しいです。いいね、コメントもどうぞよろしくお願いします。それではですね、今回のギアチェーンこれで終了いたします。また次回お会いしましょう。よろしくお願いします。